デジャブ。それは初めての出来事をすでに経験したことがあるかのように感じる現象であり、この面白い感覚が現在の NBA で巻き起こっているのです。ということで今回の動画では、我々がまだ気づいていない NBA の奇妙なデジャブについて紹介していこうと思います。それではご覧ください。新聞の見出しをにぎわせていたケビン・デュラントの一連の騒動はどこかで見たことがあるようで、デジャブを感じざるを得ません。そこで気づいた人もいることでしょう。ケビン・デュラントの現在のキャリアは、あのコービー・ブライアントのキャリアの写し鏡なのではないかと。彼ら2人の年齢やキャリアにかけた年数の違いを改めて説明する必要はないでしょう。ただ伝えておきたいのは、コービーが通ってきた道はデュラントが今まさに通ろうとしている道だということなのです。それはなぜでしょうか。まずデュラントがコービーだったと仮定して、そこにステフィン・カリーもいたとしましょう。おかしなことを言っていると思うかもしれませんが、少しだけお付き合いください。そして思い出してみてください。コービーはシャキール・オニールがいなくても勝てるということを必死に証明しようとしていました。それは彼の唯一と言っていいほどの使命だったでしょう。そして彼自身がシャックの功績の大きさを感じていたからでした。When I retire, I don't want people to say, okay, you only won because of Shaq. As unfair as that is, Magic never won without Cap, right? Michael never won without Scottie. So, but here I am getting stuck with this argument, which is not fair, but yet this is the argument people will make, and I'm not okay with that. Shaq の功績への評価は分かれるところでしょう。Shaq がいなくても勝てることを証明しようとすることが、コービーのモチベーションとなっていたことは事実です。しかし Shaq はコービーとたもとを分かったわずか2年後、2006年のチャンピオンシップを勝ち進んだのです。この話、どこかで聞いたことがある気がしませんか。同じ物語がまさに今年起こりました。デュラントがステフィン・カリーと離れて間もなく、カリーがトロフィーを獲得した裏で、デュラントは不名誉な1回戦敗退に苦しみました。そしてシャックがタイトルを獲得した年に、コービーも3勝1敗のリードを失うという屈辱的な1回戦敗退を経験しています。2つの出来事の間には間違いなく共通点が存在しているのです。もう少しだけ範囲を広げて考えてみましょう。ラプターズがウォリアーズを下した2019年のチャンピオンシップと、ピストンズがレイカーズに勝利を収めた2004年との間にも共通点を見出すことができます。ウォリアーズとレイカーズ、共に私たちの目の前であえなく崩れ落ちたチームです。そして2006年に現在のような SNS があったとしましょう。コービーが3勝1敗のリードを失い、シャックが頂点に輝いた後、コービーは炎上していたかもしれません。今の KD がそうであるように。実際のところ、最近のチャールズ・バークレーがデュラントを口うるさく叩いているように思えるのです。 Why did Kobe Bryant take three shots in the second half? I think he was being very selfish. I think he stopped shooting because he wanted to say those guys didn't help me. He was not aggressive at all. He was not shooting the ball. He did it a couple of years ago when they had Shaq.カリーなきケビン・デュラントは、シャックなきコービーが歩んだ道と同じ道をたどることになります。そして当時の人々は、コービーはバスの運転手になれるかという議論まで戦わせるようになっていました。これはつまり、乗客というのは行動を伴わない人で、運転手というのは非難を受け入れ勝利のためにプレーする人ということなのです。このようにコービーもデュラントと同じように、バークレーからの辛辣な批評に悩まされていました。しかし今の時代、デュラントには考えを自由に発信できる SNS があり、それによる余裕があるということをバークレーは理解するべきでしょう。一方でコービーの時代では、直接対決をしなければなりませんでした。この点で2人を比較することはやめておきましょう。そして今現在のスターティングポイントガードであるカイリー・アービングとケビン・デュラントとの間の機能不全に代表される、ネッツの組織機能不全については皆さんがご存知の通りです。コービーもまた、レイカーズ在籍時の2000年代中盤、機能不全に陥っていたことは確かでした。そしてレイカーズの当時のポイントガードはスマッシュ・パーカーでした。もちろん彼とカイリーのレベルこそ異なりますが、彼らに共通するのは優先順位というワードです。
カイリーの集中力の欠如はしばしば話題となりますが、彼はバスケットボールが人生においての一番ではないということを述べています。パーカーはカイリーのようにストレートに口にはしませんが、彼の振る舞いが物語っています。Thank you, Joel. It's good to see Smush Parker here, who's taking his first rest of the game. He actually missed the Lakers plane yesterday from Los Angeles. Smush told me simply he overslept. コービーはいつもスマッシュパーカーが制裁を欠いていると感じていたことは確かでしょう。2007年コービーが移籍を希望したことを覚えているでしょうか。その時点でレイカーズとは決別していたのです。 Are you saying right here on this show that you want to be traded? Yeah, I would like to be traded, yeah.There's no ifs, ands, or buts about it. You're saying now emphatically, regardless of what they've done, you want out of Los Angeles. Yeah, I'd like to be traded. It's tough as it is to say that. It's tough as it is to come to that conclusion. There's no other alternative. この時、彼はこのように選択肢を探っていたのです。そしてデュラントもまた、同様に選択肢を探っているのかもしれません。そして現在、こんな小さな物語が進行中です。ウォリアーズはデュラントを必要とせず、アンドリュー・ウィギンズのようなやや見劣りのする選手を重宝しています。しかしこのことは、シャックがコービーには及ばないドウェイン・ウェイドのような選手とも結果を残したことと同様の成功を導くかもしれません。近頃聞こえてくるのは、カリーはデュラントを必要としていないという議論です。ある意味では正しいでしょう。今年の彼の活躍がそのことを証明しています。しかし見落としがちなのは、デュラントは本当にカリーを必要としていたかという点です。皆さんが脊髄反射的に、私たちは見たことからしか判断できない、多くのことは時と場合によるとしか言えないというように反応をするのは分かっています。しかしデュラントは単に MVP プレイヤーを必要としていたのではなく、カリーに信頼感を求めていたのではないでしょうか。そうです、頼れる相棒を求めていたのです。そしてカリー以上に信頼のおけるプレイヤーはいませんでした。彼はキャリアを通してチームメイトへの不信感という呪いをかけられているようでした。コービーもまたシャックを失った後の時期、言われなき非難にさらされていたのです。多くのファンはやはりあの偉大な男シャックが必要だったと口々に言いました。それでもやがてコービーに必要なのは、信頼できる相棒だったということがはっきりしてきたことは間違いないでしょう。2008年、パウガソルとのタッグ結成で流れは大きく変わります。3年連続で NBA ファイナル進出、そのうち2回の優勝。コービーは決して諦めることなく、辛い時期にもシャックとよりを戻すこともありませんでした。そしてこれはデュラントにも同じことが言えるのではないでしょうか。もちろんデュラントが離れてすぐにカリーがチャンピオンシップを制したことは複雑でしょう。しかしコービーはそんな時にも座してじっと耐えていました。そうした忍耐力はやがて数回のチャンピオンシップ優勝をもたらしたのです。You know what it means as a team, but what about individually for you? Just got one more checkSo、you can take that to the bank. 私が言っておきたいのは、デュラントには注釈の必要ない功績を残すだけの時間がまだ残されているということです。ファンの気持ちの移ろいやすさには驚かされることもあるでしょう。コービーはそうした変化に振り回された代表例です。ここでもう一度バークレーのこの発言を振り返ってみましょう。 Who got the better of the trade between Shaq and Kobe? And they were trying to say Kobe, but Shaq is still playing. Just wanted them to know that. そしてこうした発言をシャックに直接ぶつける場面が過去にはあったのです。Yeah, baby, that's why you ain't win. He got the. I didn't have Dwayne Wade and Kobe Bryant carry me up and down the court. オールタイムベストプレイヤーを考えるとき、コービーをシャックよりも上位に置く人もいることでしょう。2000年代半ば、あのような状況を誰も予想することはできませんでした。おそらくこの先の未来、最後に笑うのはデュラントとなるでしょう。いずれ時が証明してくれるのを待ちましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。